竹本ピアノ株式会社は大阪府堺市堺区に本社を置く中古ピアノの買い取り販売を行う企業である。竹本孝一が米国のガレージセールで中古ピアノが販売されているのをヒントとして1979年に高知市内のデパート内に1号店を開業。九州、中国、関西、中部、関東の各地方で ピアノの買い取り業務を行い、ヨーロッパ、米国、オセアニア、東南アジアなど、世界約50カ国に輸出を行っている。在津一郎が出演していることで知られ、在津が自身のギャグ、して、頂戴を取り入れつつ軽妙なステップと歌声を披露し、関西のダンサーと共演する構成となっている。現行の CM は2000年8月1日から放送されており、 20年以上経過した2021年、現在も使われている。現行の CM 放送以前にも、1997年から2000年までに、現行とは全く異なる CM が6本制作されており、在津もこれらの CM に出演していた。これは、竹本光一が在津の大ファンで、持ちネタ、ちょうだいという言葉が、同社の企業特性にマッチしていたことから、 採用されたという。また在津も以前から音楽やピアノを好み同社の業務内容や東南アジアへのボランティア事業に共感したことからオファーを受けている。ダンスの振り付けはこう、リューツズミが担当している。当初は在津もダンサーと一緒に踊る構成が計画されていたものの、在津が 脳出血手術直後のため断り振付師側からの提案で在津のみ当て振りを行う構成となった。同社の広報が作詞を担当し、CM について子供の好きそうな踊りや口ずさみそうなフレーズを意識したとも語っている。かつて、探偵、ナイトスクープで赤ちゃんが泣き止む CM として紹介されたことがある。またその効果から、 音の出る絵本や玩具といった飼育系商品にも CM ソングのメロディが収録されている。当時は関西、東海限定 CM であったが、ナイトスクープのネットされているそれら以外の地域でも紹介された。同 CM は2011年7月24日の地上デジタルテレビ放送に完全移行後も4、3の画面比率での放映が続いていたが、2015年2月からは、 現行の CM の左右端に映像加工を施した16、9の新 CM が放映された。2013年からは、これらとは別に、ナレーション主体の新しい CM も放送されている。ラジオでもスポット CM を放送しているが、ラジオ CM のものは、テレビ CM のものをそのまま使用しており、テレビ CM と全く同じ内容で、音声だけを15秒間流した後、 新たに問い合わせ先の電話番号のナレーションを加え、20秒のスポット CM としている。何かと注目される CM を受け、関連会社、タケモットによって、玩具メーカーのサンタンなどから、CM 関連グッズや CDDVD なども販売されている。 CD は発売当時、一企業の CM ソングながら、オリコンチャートの上位に入るなど話題を呼ぶとともに、CM も当初は、関西ローカル限定放映だったが、現在は、日本全国で放映されている。また近年は、テレビ朝日及び朝日放送テレビ制作の番組に、提供されることが多い。曲は、もっと、もっと竹もっと、みんなまあるくの2曲で、 続けて放送されることが多い。ピアノ打ってちょうだい。という個性的な歌詞である。東京ドームの本類広報の回転式フェンス広告のスポンサーでもある。2021年に音楽ゲームマイマイデラックススプラッシュプラスでもっともっと竹もっとみんなマールクの2曲を合わせた曲竹本ピアノ CM ソングが収録された。名探偵コナンの主人公 江戸川コナンや、プルルン、しずくちゃんなどを起用した CM を放映していたことも、ある。たけしの日本の味方、で、100万円以上する、ピアノ運搬専用の特注品のフォークリフトや、3000万円以上するピアノを磨く装置などが紹介されている。ありがとうございます。